はい、ヒルビール補足、M キャストのマコネンで、前田のちょっと風邪気味っぽくて、マコネンです。これはですね、5月26日のお昼頃に、青森長岡で収録したものの、をそのまま配信してます。では、こちら、どうぞ。はい、マコネンです。音声が入ってるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえずこの距離なら私の声が聞こえることでしょう。はい、今日はですね、はい、M キャスト、ヒルビル補足の M キャストです。今日はですね、よろっと決めなきゃいけないなと思ってます。そう、何かというと、そう、これです。はい、今日のアウトプットを中断してから、まあ1ヶ月ぐらい経つんですけども、その間全く勉強しなくて、まあ、7月入ってすぐぐらいがテストだったで、6月の、ね、半ばぐらいが締め切りだったはずなんですよ。で、まあ、締め切りまでまだちょっと間に合うかなと思ってるんですけども、そろっと受けるのかやめるのか、そもそも、今後もう、チャレンジしないのかという、選択を、一つはやめる、もう一つは、受ける、受けない、やめる。この、3パターンだと思うんですけど、さあどうしようかということで、思ってます。はい。で、結論は、やります。受けます。はい。受けるということになると、こっから1ヶ月は、ちょっと、まあ、集中してお勉強しようかと思うんですが、まあ、正直ね、なかなか部屋にいると集中できないというのがまあ正直なところで、まあ、テーブルらしいテーブルもないですね。まあ、それで、ここね、長岡市の青森長岡に来ています。まあ、ここだとある程度集中して勉強できるんですよ、私の場合。でですね、今日から、まあ、週3、4回ぐらいここを通いながら、集中して勉強していきたいと思ってます。ここね、屋根があるし、まあ、ご飯食べようと思えばご飯食ってるのいっぱいあるんですけど、と、ね、16時間断食中の私にとってみれば、まあ、この匂いがね、もうなんとも、いやーって思っちゃう、もうたまらないって思っちゃうんですけども、まあ、そんなことも言ってられない。そんなわけで、今日から勉強していこうと思っています。まあ、そのね、お話を今日は M キャストとしてお話したいと思うんですが、まあ、今日のアウトプットを中断してた、理由なんかもちょっとお話しながら、やっていきたいと思うんですけども、今日のアウトプットを中断した理由としては、正直面白くない面白くないというか、まあ、資料を作るのに時間がかかりすぎて、まあ、勉強してるのか集中してるのかっていうか、まあ、勉強にはなってると思うんですけど、まあ、確認作業にはなってると思うんですけども、残り、60週、まあ、こっちは終わったんですよ。この2級の方は終わって、で、1級の方を、資料をつきながらお話していこうかっていう中で、なんかね、気持ちが乗らなくて、で、やっぱりね、見やすい資料、見づらい資料ですごく、視聴数が左右されるんですよね。となると、なんかね、できれば、視聴できればね、いろんな方が見てもらえるような、テンプレートを使って分かりやすい資料を作りたいと思ったんですが、まあ、そのね、ピンとくるのがなくて、いやー、なんかわーおっとーそう思って、でごめんね、これね、炭酸水にリンゴ酢が入ってるんだけど、そういまいちピンとするくるあのテンプレートがなくて、テンプレートを探したりとか、自分なりにテンプレートを作ってみたりしてるうちに、だんだん面倒くさくなっちゃったっていうのが正直なところですね。はい。まあ、それで、まあね、受かるかどうか、いや、受かりますよ。もちろん受かるつもりで勉強するんだけど、まあ、まあね、ぶっちゃけ、正直な話、まあ、半年に1回あるので、半年に1回、え、いいよ。大丈夫。ちょっと、久しぶり。今日びっくり。なんかこの間、ばあちゃんどうしてるかなと思ってた。ああ、本当？
今撮影してんの？全然普通に配信してるけど。あ、そうなの。なんか一時期綺麗になったけどまた太った。太ったんだよ。あ、じゃあこの辺いるんだね、いつもね。いや、そんなことはないかな。そうなんだ。そう、家だとちょっと勉強できなくて、うん、ちょっと集中できないから、うん、私ね、ガヤガヤした方が集中できるんだ。あ、そうなの。そうそうそう。元気そうでよかった。これから今お昼食べに行く。あ、そうなの。行ってらっしゃい。だね。はい、どこまで喋ったか忘れちゃった。ね、そう。それで、まあ、それで、まあ、1ヶ月集中し、まあね、2度3度勉強した中で、まあ、確認みたいな感じだと思うんだけど、やっていって、まあ、受けてみようかと。うん、こう、まあ、受けるのもね、受けるのも、まあ、まあ、まあね、それなりにお金かかるので、こう、まあ、次で絶対受かるっていう気持ちで、取り組みたいと思っています。はい、まあねなんかね、16時間断食も安定してきて、今だいたい99キロぐらいなのね、うん、でまあすごく、落ちる時もあれば逆に全然落ちない時もあって、まあそこは普通のあのダイエットと一緒だよね。どんなダイエットしても停滞期があるわけじゃないですか。まあ、それで、まあ苦しみながらも、ちょっとずつ折ってるっていうのが正直なところで、まあ、今月はやっぱね、手元にお金使える、すぐ使えるお金を残しておくと、まあ、すぐ使っちゃって、まあね、私の部屋から、コンビニまで本当歩いて1、2、3、4、5歩いて5分ぐらい、そう5分ぐらいでレジまで行けちゃうから、まあね、ちょっとね、暇だなとかお腹減ったなとか思うと、まあ、ひょこひょこって、コンビニ行っちゃうわけよ、私は。うん、で、まあ、コンビニ行って、なんか、ドーナツ買っちゃったり、ポップコーン買っちゃったりして、まあ、結局、ね、寝る間際の、朝方のね、5時とか6時、朝方じゃなくて、夕方の5時とか6時に食べちゃうわけ。そうすると、まあ、翌日の、9時、10時まで、食べられないんだけど、9時ぐらいまで食べれないんだけど、まあ食べることが癖になるとやっぱりちょっと暇になるともう食べる、なんか食べたいなと思っちゃうわけ。それじゃあかんってことで、まあ、強制的に手元には使えるお金を全部なくしちゃってまあ無駄遣いした無駄遣いじゃないけど、そうそう、まあなくてもいい靴を買っちゃったりとか、なくてもいい服を買っちゃったりとか、そんな感じで使っちゃって、んで、まあ、手元を置いてない、そう、まあ、手元を置いてなかったばっかしに、なんか突然必要になって、みたいなことも今月あったけど、まあまあ、手元に、お金置いといて、まあ、食べちゃったで、後で後悔で体重落ちなくて、で体重落ちないばっかりか、体重が、戻って、もう何もやる気がないっていう風になるぐらいだったら、まあちょっとね、PPP でもちょっとね、大変な思いしても、まあ日常的にお腹減ったと思っても食べないでいいような状況を作った方がまあ良かったかもしれないなっていう、まあ今はね、結果オーライってことでやってます。そう、本当ね、一時、101、102ぐらいから全然落ちなくて、全然落ちなくて、まあ、ね、もう本当投げ出したくなった時は、2はもう103キロぐらいまで戻っちゃって、103.5 ぐらいまで戻っちゃったんだけど、まあそこからね、まあ、お財布なんかを空っぽにして、空っぽにして、何なんかの研修、いや、まあいいや。そう。で、空っぽにして、もうあるものしか食べれません。そう、 あるものがなかったら、まあ、仕方ないから土手行って、もち草とか、よもぎですね、よもぎとか持ってきて、それを食べたりしながら、食べつないでるっていうのが、まあ、正直なところなんですけど、
まあ、そうすることで、変な時間に、ご飯食べることもなくなり、ちょっとずつまた下がり始め、103.5kg から、まあ、一気にグググって落ちて、今、109kg ぐらい、198ぐらい。まあ、だいたい1日 0.1 ぐらい下がってるかな。そう、下がってる日もあるし、まあ、0.23 ぐらいクッと落ちるときもあるんだけど、まあ、それがまあここ1週間、2週、1週間ぐらいの感じ。そう、まあ、0.1 ずつでも落ちれば、まあ、1週間でね、まあ、そもそも1キロぐらい落ちるから、まあ、1週間で1キロ落ちれば、1、2、3、4、5、1ヶ月で、まあ、4キロ、5キロぐらい落ちる。そう、4キロぐらい、5キロぐらい落ちれば、まあまあまあ、まあ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 、大合格点じゃない。そう、まあそれで、まあ、私の中でそれなりにできるのなら、まあそれもいいかなと思っています。そう、なんか今日ヘリコプターの音がすごいなってるね。ヘリコプターの音がなんでなんですかっていうと、ここはね、近くに日赤病院があって、日赤病院に、ドクターヘリがあるの。で、ドクターヘリがあるから、まあ、あっちこっち、飛んでて、そう、あちこち飛んでて、頻繁にヘリコプターの音が鳴ってる。まあ、長岡市の近くに、すぐ近くに、軍人じゃなくて、あと自衛隊もなければ、ヘリコプターが飛び込むような施設もなくて、本当ドクターヘリだけなんですね。うん、そう、まあそんな感じで、ドクターヘリの音も鳴ってるんですけれど、まあドクターヘリの音が鳴ってるってことは、まあそれだけね、病気の方がいらっしゃるってことだから、まあそれはそれでなんか申し訳ないな、悪いなみたいな、悪いなというか、まあなんとか無事で、大きなこともなく、ドクターヘリ飛ぶってことは、まあ相当緊急だと思うんですよ。うん、なので、まあ何もこともなく、感知してくれるような病気であってくれればいいなと思っています。はい。まあ、ドクターヘリのね、発着場は、私のね、職場の、朝働いてる、ジムのすぐ近くなので、まあ、ドクターヘリ飛ぶところ見てみたいよって方がいらっしゃれば、まあまあね、まあ、半日待ってれば1、2回は飛ぶんじゃないかなと思ってます、平日でもね。そう。で、私なんかわかんない、いろんな人に乗って、こんにちは。そう、うんうん、今ちょっと仕事中、ごめんなさいね。そう、うん、で、まあ、ドクターヘリが、まあ、鳴ってたりすると、いやいや、なんだ、ドクターヘリが発着するところ見たいって方がいらっしゃれば、まあまあまあね、半日ぐらいあそこで、ダラダラって、休憩しながら、まあ、待ってれば、まあ写真も撮れるでしょうし、まあ、動画も撮れると思うんで、と思ってますが、まあ、ドクターヘリが飛ぶこと自体がいいことじゃないので、まあ、あまり人の方は望まず、こんな風にやっていきたいと思ってます。はい。そう。で、ですね、まあ、ダイエット検定。まあ、2級はですね、2級は正直、まあ、自分でも、話してきたし、まあ、何度か、まあ、やってて、もう一回ね、さーっと、1級もう一回、さーっと、テキストに移し上げてから、もう一回2級の頭から、バーっとやって、あとは、整理整頓というか、をやっていくっていうパターンにしたいと思うんですけども、まあ、2級もね、1級も、そもそも、ほぼ最後の方まで行ってるのよ、1回。そう、ほぼほぼ最後の方まで行ってるから、そう、1の39まで行ってるから、だから、そうね、うん、そう、39まで行ってるから、そう、インスリンのところまで行ってるから、そうね、もう一回、そうね、もう一回2級からずっと読んでいって、なんか盛り上がってるな。そう、まあ、2級からずっと読んでいって、まあ、私が今、やったところまで確認し、そして残ってるところをまずやるってところからだな。うん。まあ、読んでいって残ってるところをやるっていうのを、
まあ今週末に、とりあえず全部やりきっちゃおうかなとか思っています。うん、まあそれくらいのペースでやっていかないと間に合わないかな。ただ申し込みもまだやってないので、まあ部屋に帰ってから、そう、私ね、出先の時にあんまね、インターネットインフラを持ち歩かないのよ。インフラって言ったら、まあモバイル持ち歩いて歩かないんですよ。だから今使ってるスマホは、SIM が入ってないので、録画はできるけど通信はできない。で、青いここ自体 Wi-Fi が入ってるので、まあ Wi-Fi 入ってるので、まあ調べられるけどね、そこまで、もう遅いからね、そこまでしてほどしてってことでもなく、まあ帰ってからやろうと思ってます。まあそんなわけで、そうね、まあせっかくだから私が、書き出してきた、ノートを元に、確認していこうかな。そう、まあテキストでもいいんだけど、まあこっちでもいいかな。そう、読み上げるというわけではなく、まあまあ確認しながらやっていきたいと思うんですが、まあ、あの M キャストでこの話をするのは、多分今日が最後。そうなので、まあ、また何かやってるなぐらいな感じでお聞きいただければいいと思ってます。そう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 、そうだ、ここまでの経緯を知らない人もいっぱいいらっしゃるかもしれないから、まあ、いきなりなんでこんな話をしてるかというと、私自身は、ダイエット16時間断食やってますけど、ダイエットするってかな、何か始まるときって、まずね、あの勉強する、ごめん、鼻くそほじっちゃった。まあ何かするってときは、私はね、勉強から始めたいタイプなの。で、勉強して、ある程度知識を、蓄積しながらじゃないと、なんかね、ちょっとね、やってる気がしないのね。だからまあ言ってしまえば、人がいいって言われたものをそのまま、あ、そうなんだ、ほいってやってやれるほど素直じゃない。そう、まあ自分なりに勉強し研究し、自分で良かれと思ったことに対して、集中してやりたいっていうタイプなので、まあまあまあ、ダイエット検定を勉強しながら、ダイエットしてきたっていうのが本当のところです。はい、まあ、この2級は実は、3年4年くらい前に、取ったんですよね。で、日本ダイエット健康協会という協会の、ダイエット検定なんですけども、ダイエットの資格検定は今結構いろいろあるんですけど、これはね結構最初の頃からあったから、まあ、2、3年前はこんなダイエットの検定はなかったんだけど、今は、ダイエットの検定がいくつかあって、まあ、その中でも、一番取るのが難しいと言われているみたい。そう、一番取るのが難しいと言われているみたいなんだけど、まあ、正直ね、私あの2級取ったっていう時も、まあまあまあかなりギリギリな感じで取ってて、まあ正直ね、まあまぐれで取れたっていうのが、まあ、本当のところ。そう、でも、今だったらね、今だったらきっと、あの当時と同じ試験でも受かると思う、それくらい2級は勉強した、あれから受かってから。そう、まあでも1級は、まあね、ダイエット検定の2級受けた時もなんかね、意外と書き問題が多いし、まあ、当時は、会場に行って、ペーパーを渡されて問題集渡されて、問題を解くってスタイルだったんだけど、なんだろうな、テキストに書いてある、例題集みたいな、全然役に立たない、全然違う内容が出て、これ全然違うやんみたいな感じだったんだけど、まあね、今見たらね、まあ、そんなことはない、私が勉強不足だったなっていうのが思ってます。で、その2級を取った後、半年後に1級を受けたんだけど、まあ、その時はもうね、ちょっとダイエット熱が冷めてて、あんまりテンション高くダイエットの勉強できなかったの、ね、まあ、ほとんどしなかった。まあ、しなかったけど、まあ、せっかくだから、まあ、私が大阪に住んでた時かな、大阪の会場に行って受けたの。で、しかもその大阪の会場行く前に事前に何だっけ、勉強会みたいなのがあって、勉強会に行って、受けたんだけど、まあ、勉強会の時につけた印がこれなのね。そう、これで、まあ、ここにこの
ここのテキストに書いてあるのは勉強会の時に、まあ、ここ出ますよってやったのが印ついてるの。そうでもさ、まあ、結局ダイエットの2級もね勉強してやって皆さんの前にアウトプットしてもそうなんだけど、まあ、全体像の流れが分かってないと、まあ、そこだけ分かってても、まあ、ダイエットって、まあ、複数のことが絡んでだから、まあね、なかなかあ、そうなんだみたいな感じにならないわけです。ということはね、まあ、大事っちゃ大事だけども、まあ、全部大事。そう。そしてね、2級はね、私は今、生活アドバイザーの資格持ってるんだけど、2級はね、まあ、確かに、まあ、普通に生活してたら、2級ぐらいの知識あれば十分。そう、2級ぐらいの知識持ってれば、あ、ダイエットの資格持ってますか、ダイエットの先生になれますっていうふうに言い張ってもいいぐらい、結構ね、しっかりした内容になってます。で、1級をね、読む限り、1級読むとね、多分ね、看護師さんとかのレベルまで理解してるっていうふうな感じかな、イメージ的には。そう、だからね、まあ、プロフェッショナル、1級を取ると、プロフェッショナルアドバイザーっていう資格になるんだけど、まあ、プロフェッショナルアドバイザーを、まあ、取ったとしたら、まあ、その資格をどうやって生かすのっていう方が、まあ、ちょっと難しいかもね。そう、まあ、本当は、肩書きみたいな感じなんだけど、うん、まあ、まあ、私の場合は、その後、もともと2級1級のプロフェッショナルアドバイザーを取ってから、そのさらに上級のインストラクターの資格を取ろうと思っているわけ。そう、まあ、インストラクターの資格を取った上でその後何をしようかってまだ全然考えていないんだけど、そう、多分ね、こういう資格どこもそうだけど、まあ、普通の検定のさらに一歩先のインストラクターとかなると思うと金額がガッと上がるわけよ。だから、まあ、インストラクターの資格取るためのその仕切りの高さを確認して、あんまり高いようだったら、まあ、ちょっとね、ちょっと無理ですっていう感じでもいいと思うんだけど、まあ、まずは生活アドバイザーの次の、1級ダイエットの、プロフェッショナルアドバイザーを取ってしまおうと思ってます。そう、まあね、今2年3年越しなんだけど、そうね、まあ、今回は、会場じゃなくてインターネットでね、部屋でインターネットで受けられるから、まあ、ぶっちゃけあ、なんだっけっていうのは、まあ、このテキストを調べられる。テキストを調べれば、どこに何が書いてあるとか、どういうことが書いてあるってさえ分かってれば、まあ、パッパって調べて書きようもあるよ。で、まあ、まあ、1級をね、前回受けたときは、本当書き問題が多くて、半分書き問題じゃなかったかな、説明しようみたいなね。いやいや、これは多分さ、全国で受けてるんだったら、まあ、これ採点するだけでも、まあ、騒ぎでしょってぐらい、なかなか難問で、本当、なんだろう、本当こればっかしはね、なんて言うんだろう、まあ、いろんな資格があるけど、まあ、お金払って受ければ取れるっていう資格も、まあ、ぶっちゃけいっぱいあるよ。そう、これはね、そうじゃなくて、まあ、本当に勉強しないと資格取れませんっていうような感じになってます。そう、まあ、そんなわけで、ダイエットの、プロフェッショナルアドバイザーの資格を取ろうとしてるんですが、うん、ああ、なんかこの椅子いつも腰痛いな。そう、ですが、まあ、まあ、Mキャストの方でもう何度かお話しているように、まあ、最近はね、そう、ステージの上で歌うことにハマっちゃってるので、そう、ね、まあ、興味が散漫になっちゃってるんだけど、まあ、まあ、このプロフェッショナルアドバイザーのやつはね、期間でまたもう一回受け直さなきゃいけないとか、更新手続きがある必要だっていうことはないので、まあ、一回取っちゃえばっていう感じで、まあ、集中したいと思います。もし今回、また落ちちゃっても、忘れないうちに、まあ、11月にもう一回受けて、受けたいと思っています。っていうか、今何時なの？あ、12時なの。だからこんなに人がいっぱいいるのね。うん。はい。まあ、そんなわけで、そういう経緯。まあ、まずは、まあ、過去にダイエット受けてきたけど受からなかった。で、2回目を受けようとしている。で、まあ、私は、何かするときに勉強しながらじゃないとちょっとやった気になれなくて、
まあ、資格、まあ、そもそもね、勉強するの好きだから、まあ、資格取りたいと思った時は、まあ、取っちゃうっていう感じです。まあ、意外な資格も結構持ってんね。そう、ビジネスマナー検定とか、EC 実践能力検定とか、まあ、AI っていうか、IT 系の資格はね、結構持ってるのね。そう、持ってるけど、まあね、私はね、もう、IT 系の、仕事は、まあ、基本的にしたくない。そう。だから、まあ、私で、自分はね、チャット AI すっげえフル活用してるけど、そう、チャット AI 教える方にもありませんかって、打診されたんだけど、この間ね、1週間ぐらい前。いや、とってもね、チャット GPT をね、人に教えるっていうような気力はない。そう。そんな自分で使って覚えろよっていうのは、まあ、正直本音だもん。バカバカしいみたいな。と、まあ、そんなわけで、まあ、そう、まあ、人に何かを教える仕事はもう、あとはもう、若い世代にお任せして、まあ、私はのんびり自分のやりたいことをのんびりやりたいと思っています。はい。さあ、そんなわけでですね、25分ぐらい喋ってきましたが、そうね、今日ね、私、一時からちょっとアポ入ってて、ここで、展示会してるね、笹川香織さんという、イラストレーターのお姉さんにちょっとね、お話伺おうと思って、時間調整をしてます。まあ、時間調整の間に、まあ、進められるところまで進めようと思ってますね。今日はここまで。うん。M キャスト。今週、いや、違う、あ、また、今日も朝、訳あり大トークを収録しながら、また来週なんか言ったんだけど、今はね、ちょっとストックが溜まってたから、そう、丸々1週間後ぐらいにこれが、この収録を配信してると思ってます。はい。だからまあ、ちょっとね、時差があるかもしれませんが、まあ、まあ、なんとなく、まあ、こう頑張ってるなと思っていただければ最高です。まあ、そんなわけで、また今度、バイバイ。まこねでした。というか、カメラの後ろになんか知ってる人が映ってる。まあ、青りにいるとか、まあ、いろんな人に会うかもしれないっていう、まあ、私にとっては時間を潰されるリスクもあるんだけど、まあまあ、それはそれでね、いいか。じゃあね、バイバイ。前回、ムービーで撮ったポッドキャストを配信したときに、それ用にちょっとテンプレートを作り直さなきゃいけないなぁと思ってたんですけど、まだやってません。ちょっと気が向いてないので、また気が向いたときに、手をつけたいと思います。そんなわけで改めまして、またね、バイバイ。